今日は全国的に見ても雨の降るところが多くなるんですけれども、その中で西日本や東海北陸エリア激しい雨に対して注意をしてください。まずいただいたリポートこちらです。現在の広島県尾道市の様子ですね。豪雨という激しい雨が降っているということなんですけれども、広島県内今場所によっては時間雨量にして30ミリ以上の激しい雨の降っているところがあります。その様子現状をご覧いただきましょう。このようにですね、その広島県内黄色い丸印5という激しい雨のご報告多数いただいております。雨雲が現在広島県を中心にかかっているんですけれども、こういった雲だんだんと東の方に動いていきます。でさらに九州、今雨の降っているところは少ないんですけれども、この辺りに前線が伸びておりまして、これがだんだんと入ってくるという動きを取りそうです。でその要因もう一度天気図でご覧いただきますと、午前3時現在こちらにある低気圧、これに向かって湿った空気が大量に入るという構図になっております。強い雨の範囲がだんだんと東に動くんですけれども、こちらの低気圧動きが遅いということもありまして、影響が長引きそうです。雨雲の動きでその様子をご覧いただきましょう。この後についてはまず一つ注目はこの雲ですね。午前中だんだんと東の方に動いていきまして、中国四国から近畿地方にもだんだんと入っていきます。そして後ろ側にある前線の雲、これが特に午後になりますと九州地方にもかかってきます。東海から北陸エリアについても午後はだんだんと強い雨雲流れ込みそうでして、いずれのエリアでも1時間に30ミリ以上、場所によっては50ミリに達するような非常に激しい雨の降る恐れがあります。落雷ですとか突風、また低地の浸水、河川の増水などに広く注意警戒をしてください。最新の気象情報についてはお天気アプリウェザーニュースでも随時ご確認いただけます。